ディエゴ・デ・ランダ。ディエゴ・デ・ランダは16世紀スペインのフランシスコ会の聖職者で、後にユカタンの司教になった。スペインによるアメリカ大陸の植民地化初期のユカタンで活動した。1524年、スペイン、アルカリア地方のシフエンテスに生まれた。1541年、16歳の時にフランシスコ修道会の修道士となった。ニコラス・デ・アルバラーテ修道士らと共に、1549年にフランシスコ修道会の5回目の派遣で、ユカタン地方を訪れ、司祭に叙会された。イサマルの修道院長を経て、1560年に、フランシスコ会ユカタン教区長とメリダ修道院長を兼任した。ランダが作成したマヤ文字とアルファベットの対照表1562年7月、マニで地域の首長を含む40人ものインディオの異端尋問を行った。ペドロ・サンチェス・デ・アギラール他の証言するところによれば、ランダは極めて残虐で、教会の名を使って、マヤ人を男、女、子供の区別なく虐げたとされる。また、ランダ自身の述べるところによれば、マヤの書物はすべて迷信と悪魔に関するものであったためにすべて焼き捨てたという。今日では、マヤの絵文書は、わずか4点に過ぎない。同年、初代ユカタン司教、フランシスコ・デ・トラルが、フェリペ2世に、ランダの残虐行為を報告したため、ランダはスペインに戻って、裁判を受けることになった。インディアス枢機会議はランダを非難したが、1569年に潔白と判定された。1571年にトラルが死亡すると、ランダ自身がトラルの後任の司教に任命され、1572年にユカタンに帰った。1579年にメリダで死亡した。ランダに対しては評価が極端に分かれる。マヤ人を残虐に扱い、マヤの文化的遺産を破壊したという批判が現在でもなされる一方で、ユカタン事物記を表し、その中にマヤの社会、生活、文化、信仰などに関する記録を多く残したため、メソアメリカやマヤに関する優れた学者であることは万人が認める。ユカタン事物記は16世紀に書かれたほとんど唯一のマヤ民族史である。ユカタン事物記はスペイン帰国中の1566年頃に表された。原本は残っていないが、1661年頃に書かれた要約の写本がマドリードの図書館にあるのをフランスのシャルル・エティエンヌ・ブラッスール・ド・ブール・ブールが発見し、1864年に原文とフランス訳を出版した。その中にマヤ文字とスペイン語のアルファベットを対照させた表があり、これが正しいかどうかは問題になったが、後に基本的に正しいことがわかり、ユーリー・クノロゾフによるマヤ文字の解読の手がかりとなった。ありがとうございます。